安田学園は1回表ワンアウトから2番津田レフト前、3番鈴木レフト前、4番安藤抜けた。3連続レフト前ヒットでワンアウト満塁。都立江戸川、先発エース金沢、いきなりのピンチ、しのげるか。続く5番串原、フルカウントから5球目ボール、押し出しで先制点が安田学園に入ります。なおも満塁、6番細川ライトへ、これは犠牲フライになりそうだ。三塁ランナーがタッチアップでホームイン。安田学園がこの回2点を奪います。追いかける江戸川、2回裏ヒットと送りバントでワンアウトランナー2塁。打席に6番中谷が入ります。ワンボールワンストライクからの3球目捉えた。打球が伸びていく、入った、ツーランホームラン。江戸川が中谷の一撃で試合を振り出しに戻します。スタンドも盛り上がる。勢いづいた江戸川、続く3回裏ツーアウトから打線がつながります。2番木村、三遊間を抜けた。3番金沢、今度はライト前、一塁ランナーは一気に三塁へ。これでツーアウトランナー一塁三塁と勝ち越しのチャンス。打席には4番三輪。江戸川勝ち越しなるか。4球目をセンター前、抜けていく。江戸川ついに試合をひっくり返します。3対21点ビハインドの安田学園も負けてはいない。5回表、送りバントや盗塁など機動力を生かし、ワンアウトながらランナー三塁のチャンスを作ります。同点のチャンスに打席には3番鈴木、しかしファーストゴロ、ツーアウト、三塁ランナーは動けず、4番安藤ライト前、三塁ランナーがホームイン。安田学園同点に追いついた。3対3。江戸川先発金沢は6回以降ランナーを出すものの粘りの投球。7回表ワンアウト満塁のピンチも、安田学園5番串原を空振り三振。6番細川はセカンドゴロ、得点を与えない。対する安田学園先発角田も ランナーを許すものの、2つのダブルプレーなど仲間の守備の援護もあり追加点は渡さない。試合はこのまま9回で決着がつかずタイブレイクへ突入。繰り返します。ご覧のように10回表の安田学園、規定によりノーアウトランナー1塁2塁からの攻撃。ここで江戸川先発金沢が負傷のため無念の降板、2番手野畑がマウンドへ。5番ピッチャー野畑君、
しかし野端はこの回先頭の6番細川にフォアボール。これで満塁、いきなりのピンチを迎えます。ここで途中出場の7番佐藤、フルカウントからの6球目、押し出しのフォアボール。安田学園が1点をリードし、なおも満塁。代打福田、ピッチャーゴロ、バックホームでフォースアウト、一塁もアウト、ダブルプレー。後続も打ち取られ、安田学園はこの回1点止まり。10回裏の江戸川、5番野端、バントするがランナーを送ることができない。ワンアウトランナー一塁二塁、続く6番中谷、ショートゴロ、守備が乱れた。二塁ランナーが三塁を回ってホームへ。江戸川同点に追いついた。このあとツーアウトランナー一塁二塁となって、打席には途中出場の8番大島。選手大島君、2球目を捉えた、レフト頭上を越えた、二塁ランナーがホームイン。都立江戸川がタイブレークを制し、劇的な逆転サヨナラで安田学園に勝利しました。やっぱ一番は守備のミスがゼロだったっていうのが大きくて、ピッチャーもよく頑張ってくれて、要所要所の集中力っていうのを、ずっと言ってきて、それがバッティングでも守備でも出たので、それが一番良かったと思います。次は自分たちの代で初めて神宮球場で、できるので、後悔ないように、全力で楽しんで、勝ちに結びつけたらいいと思います。制限があったとは言えないんですけど、あったとはいえ多分自分の準備不足だと思います。他のチームは全然江戸川高校だってこれだけの戦いができているので、自分の準備不足だと思います。